はい、どうも渋谷です。久々に栄冠ナインクロスロードやってきますと。正直覚えてないぐらいやってないです。久々だ。何していいか覚えてない。なんとなくログインして1日1回のガチャとかはやってたんですけど、ちょっとね覚えてないな。まあ、いっぱいいるところの練習したから。つのくん寝不足だな。3年生卒業する。卒業生一同3期生、丸3年終わったわけか。てか丸3年しかやってないな。相当やったのよ。高校通算19試合防御率 2.8、 結構優秀な数字っぽいけどね。進路先やおや19試合防御率 0.8 ならすごい。進路決まってない。フリーターってこと？あれ西宮全然なんだな打率。でも西宮プロ野球選手になって、篠田打率めっちゃいいのに大学生。上辺りパワーヒッターとして期待したんですけど、ホームランいっぱい持ってない。これひどいな数字。進路先勝つ手伝い。いや進路先って言わないよこれ。以上じゃない。ひどいな。いやもっとやっぱ充実させて、僕の教え子たちなんでね、なんとかしてやりたいな。残されたみんなのためにも。これチーム総合力どのタイミングで落ちるの？もう落ちてんのか。3年生も引退してるもんね。落ちてこの数字なんだ。ちょっと前までひどかったのにね。だいぶ伸びてきてんだな。月ごとの練習とかはやっぱした方がいいって言われましたね。このやってる人に、この動画見てる人に、あれちょっと設定した方がいいっすよ。やっぱそうなのか。毎月めんどくさいからお任せにしてたんですけど、やっぱそれだとダメみたいで。なるほどな。甲子園出てー。甲子園出て、4月に新しい選手を入れるみたいなけどね。
風みたいなね、もうすぐ人生入ってる。うわすぐ人生入ってくるわ。あ、来ました、4月でございます。ここまとめてにして、投手全員、投手全員っていうか投手3人しかいない。アップしましょう。あ、ちょっと待って、ピアッシュ全員、これで、あ、これで全体になって、うん、で球速、ピッチャー球速、野手はミート、打てなきゃダメだからね、走力も大事だけど、ある程度打撃いい感じになったら、これでね走力も上げていきたいですね。さあ入学式、さあガチャでちょこちょこスイールとかは引け、なんだっけ、なんですかこれ、あー、いじんなくていい、ゆきさんの腕、うん、どうしよう、ちょっと待って、特待生2人選べるのもね、いいね、一般部はいじんないよね。 SR2 人ピッチャーズ鈴本いいって聞いてるんで、よし、これで育成開始。田尻、毛量すごいな、田尻よろしくな、毛量、うん、今日はここら辺にしとこうかな、うん、で次回から新学期、新年度スタートということで、頑張っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。